100歳になった君へこの歌を送る。36,500 回目の朝に僕が旅立って、もう数十年経ったが、愛を感じながら生きられるように、身の回りの面倒は僕らの娘の息子に任せてるから、きっと大丈夫、何不自由のない、悠々簡単な生活だよね。君の歴史に僕が刻んだその形は、左手の薬指にまだ残っているかな。言っておくけど、今でもちゃんと君を見守っているよ。今度久しぶりに会ったら、カシスを飲みつつ愛を語ろありとあらゆる財産は僕らの娘の娘に任せてるから、そりゃもう大丈夫、何不自由ない、悠々自適な生活だよね。やっと気づいた、やっと気づいた、共に生きるということは、共に追いつつ順に去りゆくということを、人を愛する喜びも君が教えてくれたんだ。一人じゃない二人だから乗り越えられる、どんなこともいつの世までも君と生き続ける。100歳になった君へこの歌を送る。36,500回目の朝に。松尾高見ツイキャス、オミキャス。はい、皆さんこんばんは。21時になりました。松尾高見オミキャスの時間でございます。今週もね、よろしくお願いいたします。
ね、まあ、すっかり暖かくなってきましたけども、明日はねまた関東地方、ね、寒くなるらしいです、ね、なんかね寒暖差が激しいですね。きっと皆さんの地方も似たようなものだと思いますので、風邪などひかぬようご自愛ください。やっぱ季節の変わり目っていうのが一番ね風邪がひきやすい時期なんじゃないかなとそう思いますけども、今日はねすごく暖かくて過ごしやすい一日でしたけど、まあね天気がいいと逆にこの花粉の方がね気になりますよね。まあ、僕基本的に花粉症を持ってないと言い続けてるんですけど、ですからこの数年春先なんか目がねシパシパする先週も言ってましたね、シパシパする感じとかね、鼻水がスーって出る感じ、あれなんかこうもっと柔らかいじゃないですか鼻水って、スーって出るのとか完全にこれ花粉症だろうとか思うんですけど、やっぱりまずそう言霊です、信じる者は救われるですよ。自分は花粉症じゃないと断固反対みたいな、その形でね、やり続けておりますけどね、なんとか乗り切りたいと思います。この春も乗り切りたいと思っております。はい、皆さんこんばんは、コメントありがとうございます。あ、ちーちゃん早速 100歳になった君へのね、歌詞もありがとうございます。先週のマイホームライブから一曲でございました。あ、マリさんお茶ありがとうございます。はい、みほちゃんこんばんは、今日は人生なかなか思うようにいかないなぁと落ちてましたが大丈夫ですか。はい、今日のオミキャスの内容を見てテンション上がりました。あ、嬉しいですね。あのオミキャスを聞いてなくても内容を見てね、ツイッターでねアップしてますもんね。今回はあれですよね、きっとみんなで聞きたいブランキージェットシティ名盤、国境線上のありオミ線でございますね。きっとここに反応してくれたのかもしれませんが、でブランキージェットシティ、あの水色っていう歌を最近ね僕カバー時々してます。きっとその辺に反応してもらったのかなと思いますし、上京ソングの時にね赤いタンバリンご紹介しましたが、まあ僕のね人生の中でももう好きなバンドをねあげろって言われたら、そうだな、5本指というかもう3本指に入るって言っても過言じゃないかもしれないですね。まあどれをあげろって難しいとこなんですけど、大好きなねブランケージェットシティね、今せっかく来てるでお届けしてますんで、もう僕のかなり偏った話をね展開していくのもいいのかなと思ってます。今日石井先生ねまたお休みでございます。来週も休み、再来週から復活してくれる予定でございます。はい、石井ちゃんパチパチありがとうございます。はい、マキマキさんこんばんは。人生にはなんて谷ありなんだろうと感じるこの頃です。人事異動の季節で4月から不安な今日この頃。そっか、もうその季節ですか、人事異動ね。まあ、僕はね会社勤めしたことないので人事異動はしたことないんですけどもね、まあ、やっぱけど新年度が始まりますので、その僕は変わらなくても取引先は変わったりするわけですよ。確かにそれでね何度も泣かされてきた気がしますね。良かったことはまずないですね。4月で人事異動があって、あ、松尾くんこの人事があってすごくいいことあったよみたいなこと言われてみればないですね。まあ、物証移動とかなってその後じわじわね出会いとかあるもんなんですけど、あ、そう、そういう意味では僕 NHK 千葉のね FM 必ず千葉のパーソナリティを、まあ、この2年務めさせてもらったんですけどもね、4月で番組がねいろいろこう変わる中で終わってしまいました。はい、なので、2年間勤めた千葉のね、ラジオ番組にも出れなくなるのはすごく寂しいんですけども、まあでもね、いい経験させてもらったということで、次回最終回頑張ってまいります。3月25日かな。ね、金曜日。きっと聞き逃し配信もあると思うので、ぜひ皆さん、僕の最後のウィニングラジオ、でいいんですかね。ウィニングラジオぜひね、聞いてくださいね。はい。はい、キャンさんこんばんは。はい、ちーちゃんもこんばんは。あ、ただいま禁酒期間中なのでこしあん、あ、酒まんじゅう食べながら見てます。あ、いいじゃないですか、酒まんじゅうね、ほんわかした感じですね。はい、禁酒は体には、あ、いいこと言いますね。もう教育が行き届いてますね。はい、素晴らしい。そう、禁酒は体に悪いんです。お酒は飲めば、なんだろうな、いや、お酒もね何でもいいわけじゃないですよ。やっぱり日本酒ですよ。お米でできた純米酒。あ、今日純米酒紹介するんじゃなかったな。これ純米酒じゃないんですけど。まあでもね、日本酒は体にいいので、日本酒は時々飲む方が健康にはいいかもしれません。はい。
水色コンマケしたとのことでプレミアライブで歌っていただきました。そうでしたね。コンマケ、まあコンマケというかね、はい、温めていたんですけども歌いましたよ。はい、それいつまでですか。はい。どこだ。あ、娘が二十歳になった時に一緒に乾杯する約束して、それまで禁酒。で、あ、その話ね、昨年聞きましたね。いや、ほんと7年禁酒から僕その間死んじゃいます。7年も飲まないともう体悪くなっちゃいますね。はい。あ、社会福祉協会の担当が変わるたび、1どころか0の始まりになりまする。闇ですね。社会の闇の部分ですね。今までのちゃんと引き継いでから次行ってくれよってなるやつですね。あ、でもそういう意味だね、僕も社会福祉協会さんとは、まあね、コロナ禍前までも本当に全国各地の社協さんとお付き合いあったんですけど、そう、担当がね、結構変わるんですよ、春先。特に、地域福祉課とかそういう系のね、課の人たちって結構若い方がなることが多くて、そこからまた新しい子が来たら、こう入れ替わっていくわけですよ。そういう時に、僕もね、最初の頃は何回も何回もまた自己紹介していろいろ説明して、いろいろお願いしなきゃいけなかったのが、結構大変だなと思ってたんですけど、途中からすごくいいアイデアを思い浮かびましてね、こう電話して、担当変わりましたと。春から変わりましたって言われた瞬間に、もうラッキー、ラッキーですよ。いや、実は前任のなんとかさんにものすごくお世話になってまして、ね、もうこれこれこういうことやってもらってね、すごくそちらの詩が大好きなんです、的な話すると、あ、前任の方がやってたんだったら私やらなきゃいけないんじゃ、みたいになるじゃないですか。はい。はい。諸教さんの方もいらっしゃるんであれなんですけどね。そういう形で、なんだろうな、外堀をしっかり埋め込んで、ね、こう、兵糧攻めみたいな感じ。兵糧攻め、兵糧にはしないですかね。まあ、そういう、こう、ものは言いようですよね。はい。大事なんじゃないかなと思います。はい。いつの間にか私は教育され、いや、教育っていうか、その僕の教育というよりも、それはもう親御さんの教育かもしれないですし、周りのね、仲間たちの教育かもしれない。それは積み重ねたものですよ。その中に僕のエッセンスもちょっと入ってるのかもしれないですけどもね。はい。娘から臨機応変、何でもいいよ。って了解もらってます。はい。地域福祉か、そう。ないない。地域福祉か、外堀埋めていきましょう。ということで、今日の乾杯のお酒はこちらね。もう摩訶不思議なラベルになってしまってますが、そう。この世界には緑色が存在しないってことは皆さんも学んでると思いますけども、これね、ちょっと薄緑って、まあ、黄緑ですね。黄緑のラベルなんですよ。こんなレインボーとかピンクゴールドみたいなラベルではございません。でも見えますか、ここほら、横笛を吹いてるね、あたかもこう江戸時代ぐらいのお姉様が映ってますけども、これね、楽器正宗という、もう今ブイブイ全国的にブイブイ言わせてるお酒でございますが、これ福島県の、ね、矢吹町っていうところの、お酒なんですけど、僕の中で今のところ唯一と言ってもいい、過言じゃない、ね、本醸造の中で好きなお酒、僕基本純米派でさ、もう男は黙って純米派なんですけども、これ本醸造、本醸造っていうのはね、要は純米っていうのはお米だけで作ってる原材料、そこに醸造アルコールっていうのを混ぜて、まあ薄めたり味変えたり、まあいろいろしてるのが本醸造。一般的に純米よりちょっと安いんですの、本醸造の中で唯一僕がね好んでるお酒でございますが、今日はこちらのお酒で乾杯したいなと思います。まあ、本醸造って大体こう辛口が多いんですよ。ね。で、もしくは、なんだろう、ちょっと後味は本醸造臭い、まあ、軽い、臭いって言ったらですけど、軽いのが多いんですけど、なんか本醸造って言わなく気づかないぐらい、こう、どしっとしっかりしてましたね。美味しいお酒でございます。では皆さん、乾杯。乾杯。カタカタ、乾杯。いい気分でございます。今日もしっかり酔っ払って、後ほどね、僕の大好きな音楽を皆さんと一緒にね、楽しませていただきたいなと思ってます。本当楽しい時間ですよ。好きな音楽と好きなお酒飲みながらね、皆さんと一緒に過ごすって本当素晴らしい時間だなと思います。はい。私が知っている限り、社協関係者2名いらっしゃいますが、大丈夫ですか。はい。はい。
いやいや、あの別にディスってるわけじゃないですよ。何ですか、こういう感じですよって事実をね、むしろお世話になってます。感謝しかございません。そうなんですよね。今ちょっとポンとこうコメントがパンと飛びましたけど、ちいちゃん実は社協さんではないんですけど、かなり関わってるんですよ。かなり、まあ僕、まあそうですね。はい、キロト君こんばんは。おみちゃんに聞きたいことありまして、あの日本酒を飲みすぎたら病気にならないですか。あ、これはいい質問だね。答え、まあもう答えだけ言うとね、明確に答えだけ言うと、飲めば飲むほど健康になります。はい、これはもうちょっとさ大人になると思うんでね、試してみてください。はい、とか言うと賠償責任になりますかね。まあほどほどにしとけばすごく良くなりますよ。はい、はい、乾杯、ありがとうございます。はい、おみかすの日は一緒になりましょう。うん、酔っ払いを見た、あ、きょうさんこんにちは。はい、ということでこのコーナーいきましょう。本日のお見知りおき、 I love you to tame ishi liberi 愛してる大好き。はい、本日のお見知りおきのコーナーでございます。はい、ね、ツイッターやフェイスブックにもアップしましたので、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先週の日曜日、僕人生初のスカイツリーへ行ってまいりました。ね、あれもうできたの何年前ですか。10年は経たないぐらいですかね。もちろんね、関東に住んでますので、何度も見てました。特に総武線で、僕はね、東京行く時に乗る電車、総武線って電車では、錦糸町あたり、錦糸町って街があるんですけど、その辺通過する時は必ず遠くにね見えるんですよ。あれがスカイツリーかと、登りたいなと思うんですけど、まあ、関東住んでて1時間以内ぐらいで行けますんでね、ついつい後回しになってたんですね。まあ、そのうち行くだろうと思って、チャンスなくて、でついにそのチャンスが巡ってまいったんですけども、はい、まあ、基本的にはその向かいに映ってるビルの、プラネタリウムにね家族で行こうということで行ったら、スカイツリーほんとこんな目の前なんだってことで、まあテンション爆上がりですよ、ね、やっぱ何ですか、高いところね登りたいじゃないですか。ね、人は高いところ登りたいじゃないですか、基本的に。天下取りたいじゃないですかね。はい、ということでスカイツリーね、受付行って、じゃあ登ろうかっつって、いくらっつって見たら衝撃ですよ。なんか東京タワーってそんな高くなかったイメージするんですよね。大人が1500円とかで、子供は1000円切ってた気がするんですけどね、定かじゃないんですけど、スカイツリー衝撃的で、大人が3000円超えてまして、で子供は半額ぐらいで、合計するとね8400円ね。あのほら映ってるこのスカイツリーの麓からてっぺんにあるんでしょうね、展望台、きっとねてっぺんだと思うんですが、634m ですか、武蔵ですね。そこに行くまでにね8400円ですよ。一人でも3000いくら、これ悩みますよね。ちょっとイメージと違うなとね。いや、それがもう東京にね、東京に初めて来たとか、まあ5年ぶりぐらいに来たとか、もう東京見物してディズニーランド行って帰りにもうスカイツリー来たし、ここで登らないともう一生来ないかもなぐらいのレベルであれば、それはまあ出しますきっとね、思い出で。まあですけどよ、もう小一時間で来れるとこですよ。人生多分あといくらでもチャンスがあって、行こうと思えばまあ明日も行けますしね。その中で、あ、ここのてっぺんに登るだけで8400円かと。で、大体こう景色の想像もついてんですよ。なぜなら東京タワー登ったことあるし、で高いビルもたくさんあるんで結構上から見てますし、そういった意味でね、あれ本当にここ登るの大事なのかなと、何かがおかしくないかとそういうことを思いまして、じゃあとりあえずプラネタリウムを見て、そしてご飯食べて考えようってことになったんですね。はいはい、あ、
残念なお知らせですが、明日4時起きなのでコメントなくなったのにだと思ってます。4時早い。パン屋の朝は早い。はい。それ千葉ですか？あのね、千葉のすぐ隣の東京というところですよ。東京ぐらい知ってると思いますけど、千葉寄りの、東京の千葉寄りのね、墨田区でございますね。いつでも行ける、そのうち行けるはいつも行かない、そのうち行けなくなる。まあそうなんですね。まあだから、そこまで行きたいのかって、まあそもそもですよ。まあ、近く行ったらね、ついつい、まあ、せっかく来たし登ろうかってなるんですけど、まあ、今までもね、決してそんなに心の底から登りたかったわけじゃないわけですよ。まあ、まあ、行ってみたかったですよね。そういった意味では、ね、まあ、それがね、結局、決定的なことですよね。はい。大人になってから高所恐怖症になりつつあります。ああ。僕ね、高所恐怖症ないんですけど、あのガラス張りとかだと全然大丈夫なんですけど、マンションの例えば吹き抜けとかベランダとかはね、怖い。あれ不思議ですよね。自分を信じきれてないだけなのかもしれないですけど、飛び越えてしまうかもしれないみたいな。で、不思議とも完全にガラスで絶対に落ちない仕組みになってればね、こう全然見てもああ面白いなと思うんですけど、本当にこうベランダからこう覗くとブルって、あ、これ高所恐怖症的なやつかってなっちゃいますね。両手帳があれば半額。あ、なるほどね。まあ、学生だしね、そもそもね、もう大人になるとね、そういうサービスないんです。僕 JAF 会員でもないんで、 JAF 読んでももう定価ですしね、呼ばないけど、はい、そう、設置がない。もう子供はね、うちの子は半額でしたからね。そうなんです。あ、今 思い出した、このスイートットさんでもね、先週も一生懸命自分であの再生、消えたわ再生、消えたわ再生したんですけど、これちゃんと設定一つでね、あ、いや、ちょっと戻しましたけど、これでもう、ネバーエンディングでございます。はい。繰り返します。緑手帳。はい、緑手帳。わかりましたよ。はい。ね。東京タワーで壁から離れられません。そんなにですか？なるほど。それは、ね、もう、なおさらですよね。お金出してまで高いとこ登りたくないんですよね。むしろね。むしろもらいたいぐらいの話ですね。はい。で、どうしたかっていう話なんですけどもね。そのプラネタリウムを見ました。その後、31階とね、30階だったかな。その2つのフロアに、その向かいのビルですよ。に、レストラン街があるというのことを知りましてね。でもお腹も空いてたので、1時ぐらいだったんでね。じゃあまずご飯食べようってことで、行ったら、予約なしでそもそも入れたんですよ。これ予約ないと入れないんじゃないと、こんな高そうっていうか、その、あ、高いか、高さがあるとこで、完全に景色もいいのでね、そんな入れないんじゃないかと思って行ってみたら、すんなりと入れまして、それはまあコロナの影響もあったのかもしれないですけど、すんなりと入れて、しかもね、窓際の席案内されましてね、天空のなんとか、こじゃれたレストランでございますけどね。で、あ、もう、31階から眺めももう相当立派なんですよ。素晴らしいんですよ。だからスカイツリーが634メートル偶然にもあったのでね、上には上がいたもんで人は登りたかるかもしれないですけど、多分31階ってことは何メートルですか？200ぐらいありますかね。もっとありますか。損壊から高さもね、もう素晴らしいんですよ。もしスカイツリーが200メートルぐらいだったらね、きっと満足したと思うんですよ。何ですか？言ってること分かります？はい。634あるから、あるからなんか上があるから価値があると思ってて。じゃあ1000メートルのタワーがあったらね、もっとそっちが価値があるわけじゃないですか。ね。そういった意味で、なかったと考えたら31階ってすごい、すごいわけです。人は心の持ちようですね。はい。ね。それでね、窓際通されまして、でメニュー表を見たら、まあ高いんですよ。ちょっといいランチなんでね、高いんですけど、いや待てよと、これ全部足してもスカイツリー登った時より安くないかとね、なりまして、じゃあ食べようと、食べた上にスカイツリー的な景色が見れたんだったら、もうこれめっちゃ満足じゃんとね。美味しいご飯も食べれて、高いところも見れて、そらスカイツリーほど高くないけどね、高い場所じゃないけど、でもね、いいんじゃないかなと思って、すごくね、いいもの食べました。
でさらに僕日本酒しかほら基本飲まない男ですけどもなかったんで、まあ、仕方ないんでねビールと久々ですよ今年初ビール3月の半ばにして今年初ビール一杯だけ飲んで一杯じゃ結局足りなくてその後は白ワイン飲みましたけどもね、まあ、それ足したもんでスカイツリー代で高くなっちゃったんですがそれ飲まなければお水で我慢してればスカイツリーより安かった多分7000円台ぐらいで3人でね、はいまあ、うちちょっと小食家族なんでね普通の3人だったらもうちょっと食べてたと思うんですけど大体うちは 2.1 枚ぐらいの量でね済みますのでねはいはいね東京タワーあ息子の障害者手帳本人無料付き添いは半額どこも大体入るので手帳上がってよかったと思う唯一の瞬間なるほどすごい得点なんですねなるほどこの東京タワーは舐めとるんですかね舐めてないです、はい、何メートルですかこれはねスカイツリーはね634メートル。これねクイズとかでよく出るんで覚えておくといいですよ。あの武蔵っていうと、まあ、武蔵の剣とか思い出しますけども戦艦武蔵とかね、日本人のこうソウル的な部分から撮ってるんですね634、はい、あで東京タワーはそう333メートルね。もうオミタワーです。もはやオミタワーオミタワーですね、はい、ぜひぜひ東京来た時は登ってみてください、はい、でせっかく登ったんでねやっぱりこういう写真はねもう欠かせないですよね。高いとこ登ったらついついこうワインかざしたくなりますよね。こう光でこうワインを見たくなりますよね。天下取った動的なねこれはもう修正人の修正かもしれないです、はい、まあツイッターとかで見てると思うんでね見当たりさないかと思いますけども、ねまあ、そんなこんなの楽しい日曜日でございました。そしてね続きがあるんですよ。これもむしろこれが一番テンション上がったかもしれない、はい、これその日の晩ご飯なんですけどねスカイツリー出たのが4時5時ぐらいであスカイツリーのふもとにいろいろ面白い素敵なお店があってそ神戸張りにおしゃれなねストリートがありましてそういうところでこうプラプラしてたらねもういい時間になってこれも帰ったら遅くなるからご飯買って帰ろうってことですね。で目の前にライフというねスーパーがあって、まあ、ライフっていうスーパーは結構関東あるのでねそんな目新しくなかったんですけど、まあ、僕はもう日曜の夜はもう刺身と日本酒っていうのは基本定番なんでですねじゃあ生鮮コーナー行こうということで地下1階大体地下1階ですね。で行ってみたらねさすがスカイツリーさすが東京ですよ。もうここ水族館かっていうぐらいねドーンといろんな珍しいお魚がもう丸ごと並んでてさらに隣の刺身コーナーも充実してあってそして大分のね豊後ブリかなって名前だったかな。ちょっと茶色がかったブリなんですけどあなんだろうな茶色がかったちょっとあれですけどで、まあ、そっちに近い色のブリだったんですけど割と安くてめっちゃ美味しそうだったんですよ。あブリいいなと思ったんですけど大分の刺身ってことすごく物がいいのでねもう油感がすごかったんですよ。なんか高級ってことですよね。でも僕ねうちで刺身食べるのは僕ぐらいなのでそんな何枚もブリ油っぽいブリ食べちゃうと多分 3,4 枚でねあもういいかなってなっちゃうじゃないですかね。悲しいかな、ね、学生の頃はねもっと食べれた気もしますけどもうだいぶおじいちゃんなんでねいやいや認めないそんなことは認めない。まあでもねもうそんな油っぽいブリは 2,3 枚でいいんですよね。でだからどうしようかなと思ったら隣ね長崎県産ヒラマサってありましてヒラマサってわかりますかね。こんな感じのまあハマチとかブリとかと同じタイプの魚ですよね。あ長崎だやっぱちょっとね長崎に対してはね思い入れがありますので、まあ、故郷ですのでねあじゃあ今日はヒラマサにしようと。でこのね綺麗に並んでしょこの倍の量
はい、コインが切れたようですね。はい、皆さんコインを何とぞそういうこともあるのかと今すっかり忘れてました。皆さんにずっと甘えすぎてたようですね。はい、コインをちょくちょくとお願いいたします。あ、文王の大分県文後大野市に住んでたことありますよね。もうあの辺は本当にね、お刺身が美味しい。まあ文後大野はちょっとね、山の中の方かもしれないですけどね、もう佐伯の方とかね、佐賀の関とか有名ですよね。はい、主婦目線、あ、ルネッサンス、ルネッサンス、ルネッサンスですね。ルネッサンスもある種天下取った感じですけど、そう、主婦目線です。主婦目線なんですけど、このお刺身もこのお刺身の2倍ぐらいの量入ってて800円ぐらいだったんですよ。もう激安ですよ、激安。いや、まあね、それこそ故郷長崎とかだともっと安いのかもしれないですけど、関東でね、むしろこのくらいで600円700円ぐらいって書いてあってもおかしくないのに、この倍の量で800円入ったらね、これ安と思ってね、買って帰ったんですね。ああ、コインの存在、いえいえ、ありがとうございます。で、食べたら本当に九州の味、もうコリッコリね、刺身をコリッコリで表現するなかなかないと思うんですけど、うちの実家だけかもしれないですけど、コリッコリの刺身バイっていうね、ハマチとか、まあ、こうやってヒラマサとかね、本当コリッコリなんです。もちろん柔らかいんですよ、柔らかいんですけど、ああ、これは九州の刺身だと思って、もうすごく感激しながら食べました。めちゃめちゃ美味しかったです。程よく脂も乗って。そして、この楽器正宗と同じね、酒蔵の自然号、純米の方ですね。はい。もう抜群でした。本当に幸せな夜を過ごしました。以上、本日のお見知りおきでございました。志トーク。はい、では志トークいきましょう。はい、お待ちかねの時間でございます。志トークね、今週も一人でお送りしますけども、今週のテーマはね、みんなで聞きたいブランキージェットシティ名盤国境線上のありお店でございます。ありがとうございます。はい、まあ、ブランキージェットシティをね、ご存知ない方は何のことやらかもしれませんけど、まあ、3ピースバンドなんですね。浅井健一さん、ベンジーね、椎名林檎さんのね、バックバンドでも、バックバンドというか、まあもう協力サポートメンバーですね、という形で弾いてて、歌詞にも、歌の歌詞も出てくるんで、ベンジーのどうたらつ、なので意外とそっちの方で知ってる方もいらっしゃるかもしれません、しませんけども、その浅井健一さんがね、率いる3ピースバンドなんです。でも見た目はね、めちゃめちゃヤンキーなんです。ヤンキーというかね、もう僕よりも10個以上年上なんで、ヤンキーってなんかこう若者のイメージですけど、まあヤクザじゃないんですけどね、なんだろうな、なんつったらいいんだろう、まあでも昔のヤンキーですよ。ですけど、もうそれがむちゃくちゃかっこよく進化した感じのバンドも、まあなんですかね、こう悪い子たちのカリスマ的な、まあ多分昔の A ちゃんとかもそんな感じでしょうね。はい、突っ張りが愛するようなバンドなんですけど、ただもう音楽性がすごいんです。1990年代のホコテンって僕はあんま詳しく知らないんですけど、昔あったんですよね、そういうテレビ番組とかがね。あー、そうあー、いいね、ヒロト君ね。あ、で、中村達也さんね、ドラムですけどね、かっこいいんですよね。いや、もう3ピースみんなかっこいいんですけど、僕もラストランスっていうね、横浜アリーナに行われた解散コンサートも行ってきましたけどね、実はすごく好きでした。で、その、ブランキー・ジェット・シティのベストアルバムがね、1997、8年ぐらいにリリース、7年かなぐらいにリリースされてまして、僕はそれを友達の下條くんってね、下條くん、結構僕のツイキャスとかで名前出てきますけど、はい、から、借りて、めっちゃかっこよかけに聞いてみて、つってね。で、聞いてみたんです。だけど、最初ね、って感じだったんです。なぜなら、当時入っていた、ね、
ミスチル、グレイ、ラルク、スピッツ、ね、ああいう非常に分かりやすい J-POP じゃなかったんですよ、ね、かっこいい J-POP やっぱり同じなんですけど、やっぱ分かりやすいですよ。ミスチルとかグレイ、ラルク、スピッツはね、ちゃんとカスタマイズされてるんです、一般の人が聞きやすいように。だけどブランキー J としてはメジャーでありながら、なんですかね、そういうところ無頓着というか、本当に自我を貫いてる感じで、もう好きな人だけついてこい的な感じの音楽性で、最初はちょっと意味不明だったし、なんならそのギターのリフ中心のサウンドもよく良さが分かんなかったし、何より浅井健一さんの変な声と、ね、変な歌詞、ね、変な歌詞というか、もう世界観がすごすぎる歌詞が馴染めなかったんですけど、それがもうじわじわハマりましてね、もう虜ですよ、もう虜で、今日は皆さんとその僕が虜になった曲から3曲ほどね、一緒にね、聴いてもらいたいなと思います。はい、まあこんな日が来るなんてね、お友達と一緒にも聴いたことないですよ、もうね。まず1曲ご紹介します。国境線上なりの2曲目ですね。もうこの歌詞は、もう曲は歌詞、冒頭の歌詞がもう最高。新しい国ができた、人口わずか15人から始まる曲です。もう僕20年以上この冒頭の歌詞を愛し続けております。もう歌詞丸ごと聞いてください。聞き取りづらい感もあるんですけど、なんとか聞き取れるね、歌詞だと思いますんでね。はい、パンキーバナヒャップ、パンキーバナヒャップ。いいでしょう、なんかこう悪い子たちの音楽って感じするでしょ。ちょっとね、新しい国ができた、人口わずか15人、それも全員センスのない単車乗りばかりがスロッタル。全部浅井さんの妄想の世界ですから、ね、すごいんです。冷や汗を浮かべながら、天国行きのエスカレーター、その手すりはワニの皮だったぜ、寝ぼけ眼でセリフを吐き捨て、エンジン浮かしたズボンを吐き忘れたんだぜ。音量ってどうですか、もっと上げた方がいいですね、これちょっとちっちゃいかな。ナンバーテンのファットボムはウェイトレスに首だけだけど、彼女の返事はいつもこうさ、世界が終わるまで待ってて、ベイベー、世界が終わるまで待ってて、ベイベー。音量大丈夫、私の国境は地平線さ、荷物をまとめてさあ出かけるぜ、ウェイトレスにはパンキーバナヒ、むき出しのチェーン、ジンジン響かせ、めちゃくちゃな髪を風になびかせながら、 Oh no, let's go baby。これ浅井健一さんが弾きながら歌ってるんですよ。めちゃくちゃ上手いんですよ。そのソロだったらね、こういうとこを弾くギタリストさせますけど、よく聞いてもらうとこういうフレーズを弾きながら歌ってるんですよ、本人が。生で見ましたけど、これね、めちゃくちゃ上手いんですよ、この人、ね、見た目ヤンキーな感じなのに、すごく実は繊細な人なんじゃないかと思いますね。そうですね、タイトル打ち込んでいきましょうね。古い世代の奴らは金で何でも買い漁った。
だけど俺たちは自然の掟の中で生きるケダモノの世代さ。タイトル感じですよ。よくないですか、これめちゃめちゃかっこいいね。ね押し付ける感じ、価値観押し付ける感じ。でもほら、学生時代ってこんな感じじゃなかったですか。聞いて聞いてって、これめっちゃよくないみたいな。なんかいいかよくわかんないけど、こいつがめっちゃいいって言うし、いいのかもしれないみたいなね、ところから意外と人がね、人はこう新しいものにハマったりすると思うんですよ。まあそういった意味で別にね、無理やりハマれとは言ってないですよ。ですけど、新しいこう、価値観といいますかね。をまあ、ご提供できればなというぐらいの思いでね、お届けしてますが、パンキーバラヒップ、テンション上がる、かっこいいですね。マジでかっこいいです。かっこいいです。で、ブランキー・ジェット・シティの僕、長崎公園にも行ったんです。高校時代。その時に、もう見たことない、こう長崎に、ね、普通に生きてたら見たことないなんかヤンキーみたいな人たちがずらーって開演巻いて、この人たちどこに船住んでんだろうみたいな、ね、まあ、今思えばそのコスプレしてきた感じなのかもしれないですよ、わざと不良ファッションでね。ですけどもちょっと衝撃的で、僕真面目な、ね、学生だったんで、新学校から行ってね、はい、なんなら学生服で行ったんじゃないかぐらいのね、まあ多分そうですけどね、学生服で行ったんじゃないかぐらいの感じだったんでね、もう怖ーっと思って。で、しかも、ステージ上にその3ピースの3人いるんですけど、両サイドに謎の黒人の、太った黒人のこうサングラスかけた SP みたいなのがいて、ね。怖って、なんなのあの人たちみたいな。ステージ上にですよ。で、モッシュって言うんですけどね、こう、ライブ中に人が上を転がってくんですよ。ああいうこう、バンドの激しいライブって。ね。パンクバンドとかもそうですし。人がどんどん、なんか後ろからね、人が飛んで、流れてくるんです。で、ステージとか飛び込んじゃうんですよ。懐かしいですね。今もあるんですかね、そういう文化ね。で、その、飛び込んじゃった人たちが、その SP に連れてかれるんです。後ろに。ね。あ、やべえ。処刑されるって、ハラハラしながらね、高校時代見たの覚えたんです。あの人たちどこに連れてかれるんだろうって。もしかしたらこう海を渡ってどっかに売られてしまうんじゃないか。そんなこと思いました。はい。あ、ヤキキさんこんばんは。なんとか参りました。ありがとうございます。今日はブランキー・ジェット・シティ。僕の大好きなね、スリーピースバンドを皆さんにね、お届けしております。まあ、ラジオ番組ぐらいに思ってのんびり音楽聴きながらこの時間過ごしてください。では次の曲は、同じく国境線上のアリというベスト版に入ってます曲で、もうこの曲の世界感は本当にすごいということで、本当はね、歌詞をこうじっくり見ながら、まあ聴いていただきたいとこですけども、歌詞はね、検索したんですけどね、あんまり出てこないです。ちゃんとこう、コピペできるやつが。ね。ね。ということで、歌詞は聞き取ってください。はい。悪い人たち。悪い人たちという歌をお届けします。ライブバージョンですね。むちゃくちゃうまいですよ。いいですね。リフ弾いてわーって盛り上がる感じ、僕も体験してみたい。あの曲だーみたいなやつ。事前に人たちがやってきて、みんなを殺した。いきなり、なんて簡単さ、言うなんて簡単さ。そこに弱い人たちがいたから、悪い人たちがやってきてみんな殺した、理由は簡単さ。そこに弱い人たちがいたから、燃やされた若者は
このほんわかしたメロディーと相反する恐ろしい歌詞なんですけど、これなんか人類の歴史みたいな感じだなってちょっと思ったんですよね。外から侵略してくる人たち、こっから先がすごいんですよ。じゃあ我たちが侵略してきました、じゃあ次。これ実は10分ぐらいあるんでね、フィードアウトしますけども、悪い人たちというね、歌でございました。第三次世界大戦のシナリオライターを目指しているっていう歌詞が僕、この曲の中で一番好きでね、第三次世界大戦でね、まだ起こってないじゃないですか。
もう怒らないでほしいし、そういったこうエスプリっていうんですかね、皮肉ね、そういったものをすごくこううまい具合に使ってるなっていう歌詞で、多分繊細な人なんだろうなと思うんですよね。はい、ね、そう歌詞事前にね、はいはい、次回もちょっとマニアックなとこ行きたいんですよね。はい、検索しても出ないんじゃないかっていうぐらいのところですけど、はい、一応お知らせ失礼しますね。はい、コロナになってからモッシュやダイブはできなくなりました。みほちゃんはあれですか、モッシュやったことあります？上転がったことあります？こう人の中でね、そういうライブハウス行ったことない方は想像つかないかもしれませんけど、うわーって人がいる中で後ろから人が転がってくるんですよ、上に。でみんながこう上に送り出すんです。あれね、僕転がったことないんですよ、勇気が出なくて。でも転がってみたいなーってずっと思ってたんですけど、もうその転がろうかな、どうしようかな、転がろうかな、どうしようかなって思ってるうちにこの年になってしまいましてね、もう人生で転がることないかもしれないですからね、無理やり上げられて転がされました。すごい先輩、あ、羨ましいな。いや、あれ怖いじゃないですか、落ちるんじゃないかと思って。胴上げと一緒でね、人を信じられないと地べた落ちちゃいますからね。あ、やってみたいな。煙のライブ、あ、いいですね煙。え、稲佐山ですか、いいな。どんどん終了時間が近づいてますので、じゃあこの曲、もうこの曲はね、さっき出てきました、僕の一番ブランケジェットシティで好きな曲、水色を聴いてください。もう歌詞が本当にね、ドハマりしました、高校時代。誰かを愛したら素直なその気持ちをその人に伝える、それがどの世界へ生まれ落ちた理由だから、何を恐れているのだろう、柔らかな風が吹いてる、この家は雪だから、透き通った水へ帰ってゆくだけ、ああいつの日にか、みんなどこかへ消えてしまう気がする、ああ伝えなくちゃ、素直なその気持ちを今すぐその人に、最高。なんか喋るよと思われてるかもしれないんで、ちょっと一緒に歌ってみました。せっかくなんでね、ライブだと思って綺麗です。黙れ松尾とは思わないですね。黒いガラスの破片、バラバラに砕け散ってる、思い出は雪だから、透き通った水へ帰ってゆくだけ、ああいつの日にか、みんなどこかへ消えてしまう気がする、ああ伝えなくちゃ、素直なその気持ちを今すぐ、ああ
いつの日にかみんなどこかへ消えてしまう気がする。伝えまくっちゃ素直なその気持ちを。はい、一緒に歌わせていただきましたけども、松尾高美が送るみんなで聞きたいブランキーズとして名盤、国境千住のありお見せんでございました。おみ送り、ではエンディングいきたいと思います。せっかくなんでね、せっかくなんでエンディングソング、ちょっとこれ BGM でしょ。ちょうどね、ちょうど4分ぐらいでね、この曲終わったら今日は終わり、お開きにしたいと思います。はい、福岡のドラムロゴス、あ、知ってますよっていうライブハウスでやったんですね。35過ぎてからの初モッシュ、いいですね。そこでもし落ちてこう頭とか強く打ってね、命落としてたら子供3人が路頭に迷うところでしたけども、はい、あんまりプライベートなこと言うなって話ですね。いや、まあ、ね、でも大事ですよ。やっぱそういうこう気持ち忘れないこと大事ですね。はい、水色、わかりました。また歌います。もう僕も今歌いながらまたますます好きになっちゃったので、ね、先週かな、先々週か、篠原美子さんの一人、先週ですね、お届けしましたけども、もう高校時代やっぱそうだね。早い曲だと喋りも早くなっちゃう。やっぱこうちょっと切ない歌詞、本当に切ない、切ないどころじゃない、孤独な感じの歌詞がすごく好きだったんでしょうね。ねえ、グッときますね。 BGM には賑やか、本当ですよ、赤いタンバリン。いや本当不思議なもんですね、やっぱこうこういうラジオ番組的な時は早い曲 BGM じゃダメですね。ついついこう早くしゃべんなきゃみたいになっちゃいます。これ不思議。あ、そうそうそう、言い忘れました。これこれ、こっち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 、はい、4月3日、プレミアライブ配信、久々というか2ヶ月ぶりに行います。ぜひ皆さんね、90分ほど熱く歌い上げますので、もうね販売開始してますので、お付き合いいただければ幸いでございます。はい、とっても元気になりました。あ、よかった、それが幸いです。はい、本当にいい曲だな。こう、ね、ブランキー術師の中では赤いタンバリンが非常にメジャー寄りな曲だと思うんですよ。わかんないですよ、想像ですけど、きっとプロデューサーとかレコード会社からもう少し売れ線作れみたいなこと言われた曲なんじゃないかなと。わかんないですよ、わかんないんですけど、すごくサビがしっかりしてる、ね、だけど多分こういう曲もまあ作ったんでしょうね、割り切って。まあいい曲なんですよ、非常にいい曲なんですけどね。だけどやっぱ真骨頂はそのアルバムの違う曲とかで、この水色とかもやっぱずれてるじゃないですか。そこが敏感に反応する人たちもいるんでね、はい、非常に良かったです。ありがとうございます。プレミアライブ配信よろしくお願いします。あ、転調した。いや、今週もね、皆さんと一緒にね、好きな歌を聴きながら好きなお酒飲んで1時間楽しく過ごすことができました。なかなかね、まあ、マンボも解けますけど、なかなかねライブも再開できない中でやっぱね落ち込むときもありますよ。ですけど本当にこういった時間がね、僕のにとっても栄養となっておりますのでね、ぜひぜひまたね、来週以降もお付き合いいただければなと思います。ライブ配信も今週のね土曜日のマイホームライブはゲスト友近やっこと登場でございますのでね、こちらもご注目ください。なんとか最後まで起きていられました、楽しかったです。おやすみなさい。はい、ではではね、どんどんこの後、あ、終わった。はい、ということで松尾高めでございました。ありがとうございました。おやすみなさい。 Yeah。